ルイ・ジョーダンは、アメリカ合衆国の歌手、サックス奏者。ビッグバンドジャズとブルースの要素を合わせ持つ音楽、ジャンプブルースの代表的ミュージシャン。1940年代から1950年代初頭に、かけて、多くの曲をヒットさせた。また、キング・オブ・ジューク・ボックスと称される。アーカンソー州、ブリンクリー生まれ。チックウェブ楽団で活動し、 なお広めていく。なお、ジャズボーカリストのエラ・フィッツ・ジェラルドも、ルイと同時期にチックウェブ楽団に在籍していた。1938年、エラ・フィッツ・ジェラルドを連れて独立を拡作したために、チックに解雇された。同調して、楽団を飛び出した仲間と共にルイは、エルクス・ランデブーバンドを結成し、同年デッカレコードと契約する。1942年、 ホワットザユースオブゲッティンソバーをビルボード氏の R&B チャート1位に送り込む。1944年には G.I. ジャイブが R&B チャートとポップチャートの両方で1位を獲得。1945年ビングクロスビーとのデュエットマイベイビー・セットイエスがポップチャートで14位を記録。1946年にはエラ・フィッツ・ジェラルドとのデュエット。 ストーンレッドインザマーケットが R&B チャート1位となり、さらに、チューチューチブギが同年8月24日付から18週にわたり R&B チャート1位を記録。また、やはり1946年にヒットした永遠とザットジャスト、ライク・アウーマンは後のロックンロールに通じるイントロで始まり、チャックベリーの楽曲、ジョニー・ビーグッドのヒントになったとも言われる。 デッカレコードからは18曲を R&B チャート1位に送り込むが、1952年以降は大ヒットに恵まれず、1954年にデッカを離れる。その後は、マーキュリーレコードなど様々なレーベルに録音を残す。1956年に発表した自分のヒット曲の再演アルバム、サムバディ、アップゼアディグスミリは、 クインシー・ジョーンズがプロデュースしたことで知られる。貧窮することの多かった同時代の R&B アーティストに比べ、ルイは60年代のヨーロッパでの再評価やフランスのレーベルからのアルバムリリースなど恵まれた晩年を過ごしたと言える。1975年カリフォルニアの邸宅で心臓発作により死去。墓は妻の故郷セントルイスにある。ありがとうございます。